から説明したいと思います。サンダって言うんですけど、他にもガイドさんでもいいですし、もういやですけど、もうあそこのですね、行った先実は車両、私が車が先頭で移動していきます。で、今日運転してくれるのを、こちらに戻ってくるのは、大体15時から15時半ぐらいには、こちらに戻ってくるぐらいの、2分で出ちゃう。2分で出ちゃう。では、皆さん、一度開始いたします。皆さん、こちらです。はい、僕が入る前にここで、ヘッダーをきちんとつけて、タイヤを強くして、入ってください。これが、消毒になりますので。この先端のところにまたチャックといいますかね、テープがあるので、これで固定すると外れません。あと思った以上に、正直こんなに暖かいと思ってなかったんで、結構厚着してしまった。まずは、まあ、せっかくこうなだらかな、欲しいですね。めっちゃ欲しい。一番きついのが、荷物が重い。Oh!
と。いいっすね。半分ぐらいの人はこういうピットに入ってパンパカ始めた瞬間向こうなんですね。いやいや体が一回冷えたら山に登ると帰ってくるけど登ったらこれ下らないじゃんって言われます冷えなっても仲間から元気が出ない確かにちょっと気持ちが向いてこないです踏ん切りがつかないここ座れるだけどさっきランプさんはこうなんか箱みたいなの作ってないと画面が見えないからですね。サイクルツーリズムをやってる飛び出して教育会があるんですよ。そこで流すと動画あれが待ってない。
それわかります、それわかります。登っている時に数えて3回やってるんで、気づいてる方がしてるんで。ああ、久しぶり。